皆さんこんにちは、一岡元気です。今回はですね、僕はいつか科学のディズニーランドを作りたいということで、科学館巡りに行くことにしました。福井県の敦賀にあるですね、科学の施設を巡っていこうと思います。今ね、朝2時で終わるんですけどね、ここからね8時間かけて福井の方に行こうと思います。はい、敦賀駅に着きましたね。すごく綺麗なね駅ができていますが、ちょっとあっちの方見てください。こちらね、まだね工事中でして、2024年の春になんと新幹線が開通するらしいです。せっかくなのでね、若狭地方もう少し観光していきましょうか。こちらね、若狭湾ですね。綺麗な景色が見えております。ただね、あっち見てください。もっと上からね、綺麗な景色が見えそうな感じがしますので、あそこにね登ってみたいと思います。おー、すごい。すごい綺麗。すごい、レインボーロードでレインボーな傘を。おお、すごいいい景色ですね。え、こんな屋外に。そうなんですか。これは伊藤くん寝とくか。これ。おお、すげえ気持ちよさそう。どうですか。あ、これ、あ、いいっすねこれ。あ、あった。気が。あ、こういう感じね。見てください、ちょっと起きたら空に浮かんでるみたいな。本当だ、絶景、絶景だよこれ。あ、天空の足湯。ここから眺める景色が、はい、クールジャパンアワード2019に認定されております。すごい。ぜひ。いいんですか。せっかくですので。え、上から履けばいいんですか。へえ、どうしよう。足濡らさくなるわけ。はいはいはい。おお、素晴らしい。あ、あったかい。足湯からの絶景。ここがカフェですか。はい、そうですね。こちらの酸素カフェ七色です。へえ、あ、いろんなメニューが。そうですね。こちらサンドイッチが名物にしてまして、はい、福井サーモン、あの福井のブランド魚。サーモンがブランドなんですね。はい、でこちらとあのサバも。やっぱ魚介類が。鶴ヶで有名な、はい、ソースカツ丼。さらに魚介類以外にも。これは豚ですか。豚です。豚も、はい、素晴らしい。食が豊富なんですね。今の季節はこのレインボーブルーソース。美味しそう。ちょっとね、あの塩味が効いてる。え、そうなんですか。塩味が効いているブルーソフト。すごい、ほら、湖の青、空の青、そして海の青、青いソフトクリームですよ。レインボーブルーソフト、どんな味がするんでしょうか。うまっ。なんだろうこれ。これ何の味ですかね。はい、本当にあの塩味なんです。あ、バニラに塩を入れただけ。いいですねこれ。海を見ながら海のソフトをいただくっていうのは。じゃあちょっと次見に行きましょうか。こちらあの恋人の聖地に認定されてるらしいんで、恋人同士で来るんですね。じゃあ伊藤くん一緒に鳴らしとく。これだって伊藤くんしかいないからさ、今日は親子夫婦、恋人同士、友人というふうに、はい、なっておりますので、OK、ですちょっと伊藤くん、じゃあこれ、じゃあ伊藤くん鳴らしとくか、はい、恋人の聖地で。あ、見て伊藤くん、みんなが見てる。恥ずかしいですね。降りるのが名残惜しいですが、行きたいとこはね、ここじゃなかったのでね、次はね、科学の場所へ行きたいと思います。じゃあ、次に行きましょう。太陽光パネルで発電した電気を、水を電気分解して、あ、ここで水を製造しています。作った水素をここに FGV を止めていただいて、電流として水素を充填します。で、ここからもう作った水素そのまま充填できるような感じになっていると。へえ。でこちらなんですけれども、はい、こちらが電気ユニットになりまして、はい、こちらで作った水素を、うん、はい、水素吸蔵合金というものが内蔵されております、はい、そこに大量に水素を貯めておくことができるユニットになっています、はい、そうなんですね、はい、これとこれはつながってるんですか。そうです。へえ、はい、で水素を作ってここで貯めておくと。そうですね。へえ、はい、ここからどうやって電気を取り出すんですか。電
時はもうそのままその R&D センターの中の照明だったりとか、はい、あのコンセントだったりもう配線されてつながってるっていうことですか。へえ、あ、この中に水素鋳造合金と、はい、へえ、はい、あ、お湯を沸かすタンク、はい、あ、この熱、発生した熱を利用してお湯を沸かしてるんですか。そうです、そうです。へえ、あ、燃料電池もあって、はい、蓄電池もあって、あ、すごいいろいろ入ってるんですね、はい、この中に。向こう側、西側にですね、はい、太陽光パネルが設置してありますので。そうなんですね、はい、この電力を使ってこの水電解装置というところで水を電気分解して水素を製造しています。へえ、はい、そっか、太陽光発電で発電した電気で、うん、再生可能エネルギーで水素を作っているということなんですね、はい、へえ、あ、こういう風になんか中身見えないようになってるけど中にこんなすごいいろいろと入ってるんですね。そうですね、こちらはですね、はい、払い出しエリアと言いまして、はい、ここで作った水素を別の場所に持っていくという、でこのタンクの中に水素を貯めておいて、はい、まあ、持っていくものはこちらの奥にあります、はい、赤ボンベですけれども、あ、はいはい、あと単充電器と言いまして、あ、ここは充電する、あの、フォークリフト、はい、AFC フォークリフトと言いまして、はい、水素を燃料としてフォークリフトがあるんですけども、そちらの燃料として別の場所に水素を、すごい、あそこで作った水素をここに貯めておくみたいな感じですか。ここで充填しなくてもどっか持ち運ぶこともできるってことですね。はい、水素ステーションを、ね、見た後は、ね、こちらね、原子力の科学館アットホームという場所に来ました。ここはね、原子力についてそしてエネルギーについてね、遊びながら学べる科学館ということなのでね、ちょっと見学していこうかなと思います。で、ここにですね、なんとね、子供たちが集まってくれて僕のね、実験を見てくれるということなのでね、さっきの水素ステーションね、燃料電池、水素についてのね、実験をやりながら子供たちと一緒にね、学んでいきたいと思います。はい、そしてこのハンドルを回してください。はい、皆さん、おー、すごいね、すごいね、15度僕ですか、すごいですね。ちょっと待って、嘘、頑張んないといけないですね。じゃあこちらのスタートを押しますね。はい、はい、そしたらハンドルを回してください。上がりました。これがサイエンスアーティストの力です。ありがとうございます、はい、核燃料集合体を大きくしたもの、核燃料ペレットがこんなところに再現されてますよ。すごいね、ほら、実物大断面模型、燃料集合体、超身近に原子力発電が感じられるすごい施設。見て、ほら、核燃料ペレットがいっぱい詰まってる。燃料棒を引っ張り出してその様子を見てみよう。さあ、燃料のウランのね、ペレットをね、引っ張り出してみると、こうやって見てください、これ、はい、ここ見てください、はい、ここにね、核燃料のペレットがめっちゃ入っております。制御棒ガン、中性子を制御棒で吸い取ろう。このゲームは皆さんの目の前にある原子炉の中の中性子ボールがどんどん増えていくのを吸い取るゲームです中性子ボールを吸い取って、吸い取って、うまく炉内の温度を保ってね。温度バーがあれね、あそこをキープしろと、反応が起きないから、蒸気ができないからか。スタート、吸い取ろう、吸い取れ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 、やばい、温度が高すぎる、やばいよ、やばい、これはやばいよ、やばいっすよ、これ炉内の温度が上がりすぎちゃったねやばいじゃん、温度が上がりすぎるって。原子力発電をね、楽しむことができる施設ですね。皆さん、こんにちは。僕はですね、市岡元気って言います。今日ね、面白い実験たくさんお見せしますのでね、ぜひ楽しんでいってください。今日はですね、今回オリジナルでですね、水素に関する実験の中で面白いものを持ってきたので、ぜひ楽しんでいっていただければなと思います。今日はね、水素についてね、実験していこうと思います。今からみんなにクイズをやりながら、いろんなね、学習していこうかなと思うんですけど、まずですね、僕が問題を言います。3択になっております。分かった人は元気よく手を挙げてください。
では問題です。水素と酸素が入ったこの入れたホースに火をつけると、1番爆発する、2番光る、3番何も起きない。分かった人、じゃあ行ってみましょうか。1番爆発する、2番光る、3番何も起きない。2番光る。正解です、おめでとうございます。どうなるのかというと光るんですね。でも一瞬なのでね、ちょっと見逃さないようにしていただいて、水素と酸素のガスを入れます。で、水素と酸素入ったやつは軽いので、シャボン玉ね、作ると浮かび上がるからね、この中が全部水素と酸素で満たされたってことが分かります。じゃあ実験していきましょう。いきますね、入れます。ここからね、水素と酸素を入れていきます。お、浮いてきた、お、浮いてきた、浮いてきた、あ、浮いてきましたね。はい、これでね、水素と酸素が行き渡ったんじゃないかなと思います。で、一瞬なんでね、見逃さないようにしてくださいね。どうなるでしょうか。ここにね、チャッカマンをつけます。いきます、3、2、1。おー、実験大成功です。一瞬光ったんですね。ちょっと透明感あったと思うんですけど、このホースの中見える？なんか曇ってない？ね、曇ってる。だから水素と酸素が反応して水ができたんですね。だからこれ水蒸気が白くなっちゃってるんですね。ということで、まあ、水素と酸素反応させると水しかできないんですね。ね、ガソリンとかだと二酸化炭素すごく発生するんですけど、燃料電池自動車、水素の入った自動車は水しかポロポロ落ちてこない。だから排気ガスとかに水が出てくるだけっていう感じなんですね。だから地球温暖化の原因となっている二酸化炭素を出さないので、地球温暖化を防いでくれるということなんです。水素、これからね、たくさん開発されていくと思うんですけど、素晴らしい燃料電池の力なんですね。ということで、ここまででね、たくさん水素に関する実験をお見せしましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。楽しかった。ありがとうございます。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません、失礼します。楽しみながらね、原子力について、またね、エネルギーについて学ぶことができるというね、アットホームというね、施設をさせていただきました。これからもね、全国のね、科学館巡りしたいと思いますのでね、この科学館行ってもらいたいとかね、科学実験王国っていうね、僕がやってるファンクラブの中でですね、一緒に行くツアーとかね、考えたりとかしたいと思いますのでね、ぜひこれからもね、チャンネル登録してご覧いただければと思います。ではまたね、次のね、科学館見に行きましょう。